はい、じゃあどうぞ、あ、すみません、言ってください。常に、はい。が、ゼロになる A の値を求めます。まあ解き方はいっぱいあります。まあはっきり言えばこれ平方完成してグラフ書いて、この頂点が常に正でっていうやり方もあります。しかしまあ今日判別式をしましたね。要するにこれ常にこの2次関数2次これ x 以上だからこうですよね。これが0より大きいということはこうです。だからここを求める手もありますよ。この座標の、ね、y がね。だけどまあともかくこうということはすなわち、これは解がないと、実数解がないと、まあこう書くんですね。 x 以上マイナス 2ax プラス 3a イコール0の実数解がないで、まあこれこう書くんですけどね、どうしているんですか。よってこれは解の公式をした時の b 以上マイナス 4ac で、これがここの b 次乗マイナス 4ac が負であると。負であると。よって、これは、判別式が負というものを解ける。そういう a の範囲を求めればいいという、これだけの流れがあります。まあ、これ、ちょっともう書くな書いてもいいですよ。いいですね。こうってことは、すなわち解がない。x 軸と交わらない。で、結局解の公式したこれが、ないわけだから判別式が負である。よって D が0です。ということでやっていく。それで D というのは B 次乗ですからマイナス 2A の次乗マイナス 4AC と。でこれが負であればよいからといって A の範囲を求めるわけですね。さあまた計算係さんお願いしますね。助けてくださいね。これ合ってるのかなんかあまりにも簡単なんで。早稲田さん合ってますこれ、これはもう因数分解いっちゃいますよね。あ、すいません、もう一応安全策で、あ、すいません、こんなの計算しなくていいんでしょうか。もうトランバになってます、はい、こうです。下横軸が A で縦軸が今度 D で0と3で、今度のグラフはこうでございますね。ここだからね、この4のところが負になると逆になるんだよ。これみんな間違っちゃうんだよね。0、3だから答えは負の時だから A の値は0から3ということでよろしいでしょうか。はい、ということです。こういうふうにやります。だからちょっと問題が不等式の証明になって手を変え品を変えなんですが、まあ、こういうふうになっているということでございます。で